e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日 4-4-2 のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、はい、奪った後にどこまで高い位置を取れるかということになりますよね。そうなってくるとサイドの中盤との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない、逆にこのシステムの弱みということはどういうところなんでしょうか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出ていって取られた時ですよね、うん、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースも出てきますからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトランジション移行のところでミスが出ると難しくなりますよね、はいのキックオフでスタート。明治安田生命 J2 リーグ、ザスパクサツ群馬対清水エスパルス。このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そう、シュート、うわ、いや、イヤポストに嫌われました。いや、本当に数センチギリのところですよね、狙ってる範囲はね。入れてますね。このボールに触ります。北川抜ければチャンス、佐藤抜けてくる、フリーだ、シュート、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。グイグイとね攻め込んできましたからね。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。チアゴ・サンタナ、このボールはつながりません。このボールはカットされます。宮本、神谷へ、ホナウド、乾に渡る。ここからですね、うん、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあ一人で持っていく、このスルーパスは通りません。打つ、枠行っています。いや、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。さあ左へ預けて高橋、対応します。スルーパスを狙う、ここは守備の対応。ロナウドからチアゴ・サンタナ、乾に渡る、乾、ここをかわした、スライディング、まだこの前半スコアに動きは見られません。丁寧に足元を使う、これを読んでいた。ここはつながりません。
ここかわしましたよ。自分で行くのか。いいプレッシャーです。群馬としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。シュート、一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。飛び出しに、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。ここは競り勝ちます。チアゴサンタナ、非常にプレス早いですね。裏へのスルーパス、いいボールだ。さあフリーだ、どうだ、ヘッドだ。狙いしましたんですがヘディング決まりません。いけるか。ボナウ、カウンターですよ。ボールはスライディング、これをカットします。大きく蹴り出します。なかなか繋がらないですよね。タケ、スルーパスを出す。裏を狙っていきます。これ仕掛けるか。来た、チャンスだ。乾、スコアこそまだ0対0なんですが、前半ここまで両チームとも見どころの多い展開です。シュートっていう点で見ると両チーム互角かなっていう感じですかね。この時間帯で先制した方がかなり有利になるんじゃないかなと思いますけどね。チアゴサンタナへ、うまいですね。清水としては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。どうする、これは合いません。乾へボール入るか。あ、いいボールだ。シュート、このセーブ、自分で切り込みシュートに持ち込んだんですが決まりませんでした。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。ここはつながりますね。チャンスになる。カルリーニョス、どうだ、乾シュート、くしびきセーブ。セカンド危ない。ここで前半の45分が終了しました。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半ゴールネット裏シーンは見られませんでしたね。派手なゴールシーンはなかったんですけども、激しいチェックやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころで好ゲームを演出しましたよね。明治安田生命 J2 リーグ、ザスパ草津群馬対清水エスパルス、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。セカンドハーフ見ていきましょう。前半では得点シーンが見られませんでした。奪い返します。いい突破ですよ。渡ります、ミドル、いい反応、すごい反応を見せました。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。タケ、ここは奪います。高橋、タケ、ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。カルリーニョスへ、
裏を狙う。これは合いません。天笠、風間、北川、仕掛けるか。鈴木、流れを止めます。ここはファールを取られます。おっと、これはレッドの判定。群馬残るは10人となってしまいました。清水としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。一歩も引かないですね。北川、ここで受ける。中途までいけるか。ロナウド、そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。つながります。清水、先ほどのカウンターよく止めましたね。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。神谷、クロス、シュート、これはクロスバーのわずかに上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。さあ、ともに選手交代があるようです。ナンバー13、ナンバー17、起きましたよ。チアゴサンタナ、抜いた、シュート、ナンバー23、ディフェンス陣の隙を見逃さないいいプレーでした。サブスティチューションインプログレス。内田、飛び出した、シュート、決まった、先制、エスパルス。清水がようやく均衡を破ります。北川、枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。思い切ったシュート、気持ちのいい一発ですね。ちょっとあれはセーブできないですよね。ナンバー45、北川、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。清水、先制ゴールが決まりました。1対0。
清水としては、まあ、数的なアドバンテージをうまく生かしていると言いますか、ええ、冷静にボールを回していれば自然と有利な状況ができますからね、はい、それができているということですよね。なるほど。チアゴサンタナから中山、うまいですね、ドリブルですね。これはファールでしょう。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。これはカード、いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。深い位置からのセットプレーになります。ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね。シュート、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。清水は2本目のコーナーキック。シュートです。平松、堅いディフェンス、さあ繋がるか。ここからカウンター早いでしょ。中山、ここは繋がりません。清水としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。来た、かわす。いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにもいかないですからね。ボールを奪いに行きます。このボールに触ります。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。スペースを狙う、シュート。いや、今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。このゴールキックをカットします。ここは対応します。中山、中山から北川、中山へ来ましたよ。中塩、これはファール。チームメイトが倒れた選手の様子を伺っています。さあこのフリーキック、追加点のチャンス。直接清水としては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。川上、奪います。内田、このボールをカットします。高木、裏へ届くか。これは合いません。川上、山原、いい守備です。ここはつながりません。
平松いけるか、あとシュート、権田のセーブ、いいね、いい反応でしたよね。見どころですよこれ。コーナーキック、笛です。1対0、群馬1対0で敗れました。追いつけませんでした。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。群馬としては途中まではいい守りをしていたんですけどもね、攻めきれない状況が続いて一瞬集中が切れたところを狙われてしまいましたね。はい、そうですね。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。